かですか？と、もうちょい欲しいかな。入りたいんだけど。本場仕込みだな。これ、集め忘れてる入部届。黒子哲也、抵抗バスケ部出身。奇跡の世代、あの有名な。ああ、なんでそんな金の卵の顔を覚えてないんだ私。さっきのやつはアメリカ帰りだし、今年1年やばい。男子バスケ部監督、相田理子です。よろしく。さあ、まずはお前たち、シャツを脱げ。データを取ってトレーニングメニューを作る。体格を見ればあいつの目には身体能力が全て数値で見える。ま、監督たるゆえんはそんだけじゃないけどな。高一男子の数値じゃない。しかも伸びしろが見えないなんて。全員見たっしょ、鏡でラスト。黒子くんってこの中にいる？あんな強豪にいたんなら見りゃすぐわかると思ったんだけど。すいません、黒子は僕です。え、今黒子って言った？じゃあつまりこいつが奇跡の世代？奇跡の世代、なんなんだあいつは。彼は何者なの？能力値が低すぎる。とても強豪校でレギュラーを取れる資質じゃない。俺もある程度相手の強さはわかる。弱けりゃ弱いなりの匂いはするはずなのに、お前は何も匂わねえ。確かめさせてくれよ。お前が奇跡の世代ってのがどんだけのもんか。奇遇ですね。僕も君とやりたいと思っていたんです。ワンオンワン。やるか。もういいよ、弱えやつに興味ねえから。最後に一つ忠告してやる。お前バスケやめた方がいいよ。努力だのなんだの、どんな綺麗事言っても世の中に才能ってのは厳然としてある。お前にバスケの才能はねえ。僕は強いとか弱いとかどうでもいいです。なんだと。僕は君とは違う。僕は影だ。新しい機能が開放されたみ。よっしゃー、テンション上がってきた。任しとけ。大丈夫。彼は死因。それじゃあもっと強くな。対戦モード、まずは3オン。すべてのユーザーが
これで終わりよ。そうだ、放課後は忘れずに体育館に来てね。紅白戦をやるわよ。Thank you.
まだまだこれからだろ。任せとけ。